東名坂和川,川橋は神奈川県足柄上郡三北町の佐古川に架かる東名高速道路の橋梁である。全長750メートルの曲線連続高トラス橋でトラス部分は朱色に塗装されている。1969年の完成当初は上下線、角2車線の橋が2本並列していたが、1991年の拡幅事業により南側に離れた位置に、 上り線が新設され、現在は日本とも下り線として運用されている。東名高速下り線は、つぶらのトンネルを出て、すぐに、元橋に差し掛かり、佐古川とその左岸に並行する神奈川県道727号、川西線、右岸に並行する国道246号、神奈川県道76号三北富士の線を、またぎ越す。 橋梁区間が終わった先で JR 古典場線のトンネルと交差する。橋脚は鉄筋コンクリート製で高さ65メートル、直径7メートル。開通当時は東洋一の高さを誇り、東名高速開通記念切手にも描かれた。1990年度には4キロメートルほど東京寄りにかかる東名みなせ川橋とともに神奈川の橋百線に選定されている。 2002年には、小改良工事が行われた。透明随一の南工事区間である、大井松田インターチェンジ御天場インターチェンジ間は、山岳区間であり、地形が急峻である。山あを通過するため、この区間には随所にカーブが挿入されたが、その影響をまともに覆ったのが、透明坂川橋である。全長約724メートルにわたって、 橋桁を折り曲げた日本最初のカーブ橋となった。横断する佐古川の地質は、軟弱な火山灰が堆積し、基礎の軽損の安定沈行に神経を使うと同時に、当初14メートルも掘れば、十分とされた、深さは20メートルまで掘作しなければ、岩盤に到達しなかった。この軽損工事は鉄砲水で知られる佐古川の、出水域前にはどうしても掘り終える必要があり、 非常にきついスケジュールを強いられることになった。軽損基礎の上に、円柱のコンクリート製橋脚が8本建設され、その高さは最高で65メートルである。橋脚が完成した後の1968年7月15日、国内2例目となる橋脚の耐震実験が公開で、行われた。8本のうちの1本に、水力5トン、長さにして1メートルのロケットを取り付け、 1> 約1分間噴射させた上で、そのショックと振動を計測した。上部校の仮設には、カレンチバーエレクション広報が採用された。全端にわたり、カーブが挿入されることで高精度の組み上げが要求され、仮設併合時にその誤差を10ミリメートル以内に収めた。上部校の後期約半年の間に2600トンの重量物を空中高く積み上げ、このために関係者は、 東名前線開通の時期がこの橋のために遅れることを懸念するほどの大工事となった。ありがとうございます。